みんな、こんにちは、もももだよ。今回はみんな大注目のアイテムを紹介しちゃうよ。名前にコルセットってついてるから、ちょっとドキドキだったけど、着てみるとめちゃくちゃ驚きだったんだ。どうも、みんなのおしゃれ大好きもももだよ。今回は新しいアイテム、コルセットジーンズのご紹介だ。ちなみに、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。まずは、みんなが気になるきついや硬いってイメージがあるかもしれないけど、実際に着てみるとびっくり。そのあたりを今回のレビューからチェックしていこう。コルセットジーンズプラス2990円。名前に惑わされないで実際に着てみたら、着心地が予想以上に良いよ。コルセットって名前に反して、意外と履きやすいんだって。それだけじゃないんだよ。低身長の人でも、このジーンズを履いたらおしゃれなシルエットになるって言うんだから、これはすごいね。コーディネートのポイントも紹介しちゃうよ。良い点から、グレーの色味がたか見えで、ブルーよりも良いと感じる。ウエストがガバガバだったが、手縫いで詰めた結果、ウエストが締まり、よりおしゃれに見えるようになった。コルセットジーンズの名前通り、ウエストが締まって見える効果があり、とてもおしゃれに見える。コルセットという名前からはきつい印象を持ったが、着用してみると想像以上に良い効果がある。低身長でもおしゃれなシルエットを作ってくれるため、やぼったく見えずに良い感じに見せてくれる。悪い点。新宿のお店ではブルーカラーは在庫豊富だったが、グレーカラーは売り切れが近い様子。コルセットをつけたようなハイウエストデザインが特徴的なジーンズ。東京都の女性から。普段は値下げ品やアプリ会員価格でしか購入しないのですが、たまたま通りかかった新作コーナーで一目惚れして定価購入してしまいました。アプリにもまだ載っていない新作だったようで、参考情報もなく悩みに悩んで XL にしました。カラーを細かく分解しました。お肌と調和するカラーごとにまとめました。それじゃあみんな、いかがだったかな。コルセットジーンズは本当におすすめだから、ぜひ試してみてね。もしよかったらチャンネル登録と高評価をお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。もももでした。いつもご覧いただきありがとうございます。いいねもありがとうございます。この動画はユニクロ、GU、島村、ハウツ、レビューをテーマにお届けしました。